ではエンジンルーム見ていきます。 H ケースのねエアクリーナーが装着されてますね。あとはクスコのタワーバー、こんな感じで、装着されていて、マフラーも変わっているといった感じですね。でブリッツのリザーバータンクの、キャップ、なんていうのも入ってたりとかする感じです。あとこれインタークーラー純正じゃないかな、なんかでかい気がしますね。ああそうですね、グレッディって書いてあるんでインタークーラーもね社外品が装着されている、そんな感じのね、エンジンルームになっております。はい、ではエンジンかけてみます。はい、エンジンかけてみました。まあ、特に変な音はねしてないですね。こんな感じで結構ねここまでパーツ入ってるっていうのも珍しいですよね。ちょっと吹かしてみましょう。結構やっぱね吹け上がりがいいですね。で見えるかな、ね、オイルクーラーがついてるんですけど、あちょっと動画だと撮れないかな。でフロント回るとですね、まあ、タワーバーもついて、ラジエーターもですねこんな感じで結構厚めのね、社外品入っておりますので、まあなかなかこう走りに振ったね S660 かなといった感じですね。はい、以上エンジンルームでした。